それで誰か今の状況をまとめてくれない？なんだかさっきも似たような話をしたばかりだけど。さっきの二人が親分って言ってたでしょ。あの場で彼らを捕まえるより、こうして尾行してアジトごと壊せば一気に片がつく。確かに理にかなってるね。事前に相談してくれればもっといいんだけど。なんというか、時間がなかったから説明する暇もなかっただけ。コラリーはいつもこうなんだから。宇宙船にいた時だって急に照明を全部消したりしてたよね。あの時は襲撃じゃないかと思ったけど、結局は星を見るためだったよ。あの星は綺麗だったでしょ。だからヘリアにも見せてあげたかったの。なのにヘリアは武器を抱えながら緊張した顔で敵はどこだって聞いてくるし。はあ、いい雰囲気が台無しだった。あんたが自由すぎるんでしょ。私はあんたのことが心配で。し、声が大きい。奴らの親分が戻ってきたよ。親分、おかえり。ほら、今回は大物を捕まえたぞ。静かにして。どこにいるの？あれ、さっきまでここにいたのに。おい、お前は見たか？あんたが彼女を見て、私がこっちで見張りをするっていう話だったでしょ。だったらお前は見張りに向いてないな。人が逃げたっていうのに全然気づいてないじゃないか。喧嘩はやめな、役立たずども。早く探すんだ。どういうこと？親切さんが自力で逃げたの？この誘拐犯たちは思ってたよりもバカだったみたい。親切姉さん、大丈夫かな？これくらいの相手ならあなたの親切姉さんは一人で10人は倒せるよ。きっと私たちと似たような目的があって、わざと誘拐されたふりをしたんだと思う。でも、どうしてこのタイミングで逃げたのかな？もう目的を果たしたから。親分、戻ってきたぞ。どう？何か発見を？あるにはあるけど、どうか怒らないで。あいつは親分が大事にしてたリトスト様の執務室にあった木彫りを盗み出していった。はあ？ここに着いてからよく知ってる名前を何度も聞いてるよね。セラペウム、サフライ、そして今度はリトスト。まったく、何が柔術戦争だ。七術大集合って言われた方がしっくりくる。そういえば少尺が話してたね。7人の術が力を合わせて英才を封印したから老朽を守ることができたって。それを考えれば彼らがここにいてもおかしくない。だから私がもっと気にしてるのは、名前だけでかなり怪しい柔術戦争の方だよ。一体何の試合なんだろう。なるほど。確かにあんたたちは柔術戦争について何も知らないみたいだ。あいつらと関わりがあるとは思えない。彼女はいつからここにいたの？気配が全くなかった。さすがは明かりだって言うべきかな。そう驚かないで。私の目的はあんたたちと一致してる。誘拐された子はすでに自力で逃げたみたいだし、今回の任務はすぐ終わると思う。同じ目的を持ってるんだから、一時的に協力してみないか？そっちの素性は聞かない代わりに、あんたたちも私に会わなかったことにして。それがこの業界のルールだ。悪くない条件だね。取引成立。いいね。あんたみたいにさっぱりした人は好きだよ。そうだ、おまけもつけようか。あんたたちが多くの疑問を抱いてる柔術戦争について知ってることを説明してあげる。何が知りたい？それは神を祀る儀式、騎士選抜、御影の朝の礼拝というふうにいろんな名前を持ってるんだ。老朽人は神を信仰してる。柔術戦争の本来の目的は高等の頂点にいる神のために騎士を選ぶこと。簡単に言うと、予選の演舞台で全てのライバルを倒した者が水木に行ける。そして水木での決勝戦で勝利した者だけが神の塔に登り、神に仕えることができるんだ。
最初の柔術戦争はその名の通りに10人の参加者しかいなかったけど、第33回目の今はもうとっくに人数制限がなくなってる。そうして参加条件が緩くなった結果、一般人に人気がある行事になったんだ。何が知りたい？それは誰もが憧れる栄野の町、神がいる高等。神の住処は水木にいないと見上げられない。柔術戦争の予選は老朽で行われる。でもその決勝戦の場は水木なんだ。演舞台に上がって資格を勝ち取った者は最大2名の同行者を連れて水木に行くことができる。入るための条件が厳しく、才能のある者が多いから水木は周辺の都市よりも発展してる。時間の流れとともに水木には才能を持つ者がたくさんいるという噂が老朽で流れた結果、人々は憧れを抱くようになったんだ。何が知りたい？術は選ばれた騎士の資格を持つ者のことだ。玉杯のことを知ってる？玉杯は柔術戦争に参加した証で、参加者の一定の能力を強化するけど、その効果は人によって異なるんだ。例えば私に対してはほとんど効果がない。試合に負けた場合、玉杯は消えてしまう。それと同時に術と呼ばれる資格も失われる。何が知りたい？ん？それなら行動を開始しよう。彼らの裏に他の犯罪組織がいないかを確認したいから、一人ずつ尋問する必要がある。できれば正面衝突を避けたい。いざ戦闘となると無意識にやりすぎてしまうから、その後の尋問に支障が出る可能性があるんだ。だから相手に気づかれないようにその武器を奪って速やかに終わらせたい。まずは武器を盗んで、そして後ろから襲うってことだよね。いいね、そういう正々堂々とした戦い方が一番好きなんだ。どこが正々堂々なの？命を守ってくれるものをそのまま置きっぱなしにしてるとはね。所詮は烏合の衆でしかない。いっそのこと。ダメだ、生け捕りにする必要がある。こういう時は狙いを定めて一発殴るんだ。早くあっちに引っ張っていって。諦めた。何も聞き出せそうにない。お？なんで？どう見ても骨のあるようなタイプじゃないと思うんだけど。はあ、だからだよ。サフライを見た瞬間、根性のないコソドラたちはまるでお化けでも見たように気絶したり、ビクビク震え出したりして、ちゃんと話せる人は誰一人いなかった。だけど私たちにも尋問の経験があるわけじゃないし。ザザーン、こういう時は僕の出番だよ。親愛なる諸君、宇宙船でビタ先生と楽しく遊んでたミニゲームを覚えているかな？ヘリアが50回連続で負けて、あなたに本物そっくりな猫のヒゲを描かれたあのゲームのこと？そこまで具体的に説明する必要はないよ、コラリー。その通り。先に言っておくけど、ズルはしてないよ。宇宙船の意識妨害遮断装置はずっとオンになっていたからね。君たちはちゃんと確認していたはずだろう。それでもおかしいよ。今思い返してみれば、私が出したカードのほとんどがあんたが求めてたカードだった。そんなの常識外れじゃない？だってヘリアは精神体制がゼロに近いからね。いや、僕が悪かった。悪かったからまだ切らないで。ケチだね。全然面白くない。ちょっとした言葉のコツを利用して僕の思うがままに行動するように君を説得しただけだよ。言葉だけで相手を説得できるの？ふふん、
さては信じてないね。特別に優しいビタ先生がこの能力を一時的に君に貸してあげよう。さあ実際にやってみよう。まずは説得する相手を選ぶんだ。彼女にしようかな。はあ、かわいそうに。彼女にどんなひどいことをしたの？何をするつもり？ある方法で、あなたに本当のことを話してもらうってところかな。私、嘘なんてついてないよ。あなたたちに指示を出してた人を話してくれれば、命は助けてあげる。私はバカだ。本当に。私、新入りだったの。親分と一緒に行動したのは今回が初めてで、場を混乱させたこと以外は何もしてない。私の方が機転が利くし、親分にも好かれてるけど、本当に何も知らないの。深く関わってはいないから、どうか殺さないで。お願い、お願いだから。はあ、彼女は最初から本当のことを言ってたね。つまらない。さっきの会話に一体何の意味があるの？わからない。僕たちはさっき確率と精神で賭けをしたんだ。相手が弱すぎて心の防衛ラインが一撃で崩れてしまったから、君たちにそんな錯覚を与えたみたいだね。特に何もしてない気がするけど。僕がいるからね。この何でもできるビタがスムーズに進められるように君に協力したんだ。簡単に感じてしまうのも無理はないね。へえ、じゃあ強い方に変えてみよう。彼にする。親切を誘拐しようとした時に彼女を蹴ってたよね。懲らしめるのにちょうどいい。話せ。何をするんだ。別に、ただあんたを改心させたいだけだよ。私たちに協力してくれるようにね。なんだと。親分はただ勝ちたいだけだ。親分の何が悪いって。そうだ、全部俺の仕業だ。他の奴らは関係ない。へえ、男らしいね。本気か？何をするんだ？ちょっ、わったく、俺がサフライを倒せるなら誘拐なんてするわけないだろ。玉杯を奪う必要もない。いや、本気でサフライを呼ぶつもりじゃないよな。俺を殺す気か？だったら今すぐ死んでやるよ。縄なんか持ってくるべきじゃなかった。
まさか自分が縛られる羽目になるとはな。こうなるって知ってたら、もっとたくさんの人を呼んでくればよかった。あんた、今すぐ行って。サフライ。はいよ、すぐに行く。どう？面白かっただろ？理解はできないけど、すごく役に立った。彼が仲間のところに連れて行ってくれるらしい。さっき話に出てきた親分のことだよね。うん、さっきの混乱に乗じて彼女は逃げたけど、このまま放っておくわけにはいかない。頭が悪いのに逃げ足だけは早かったね。その後ろには大物がいるかもしれない。追いかけよう。親分、誰かがいる。追いかけよう。いらない。見間違いだ。あそこには影の怪物がたくさんいる。許してくれ、頼むから許してくれ。俺は知りたくない。うるさいな。ぼーっとしないで。ふっ、終わりを告げようか。ふっ、気に入ってくれるよ。もう間に合わないよ。目標録音、逃げられないよ。射撃の時間だ。そこまで。どういうこと？彼女はわざと私たちを誘導してるみたいだけど、そう仕組んでたの？いや、俺の見間違いかもしれないぞ。そろそろ着くし、他のやつだっておかしくないだろ。問題ない、全員片付ければいいだけだ。逃げられないよ。言いたくない。本当に5、4、1、やっほー、くらえ。さあ、やっほー。明らかに私たちを待ってる罠だよね。そんなわけないだろう。構わない、追いかけよう。敵は私に任せて。見えてもちゃんと警戒してるんだよ。僕も私の部下を人質にしてくれたな。氷と炎、血と涙の代価を支払ってもらう。サフライ、一体何を。
やあサフライ。さすがだね。あんただけが人を呼べるって思ってたの？私にだってできる。サフライ、そういう奥の手があるならどうして教えてくれなかったの？聞かれてないから。くらえ！それ、先輩たちが来なくても一人で解決できる。へえ、あかりで期待されてた新人のサフライってこういうことだったんだ。連携作戦の時間だ。一緒に戦おう。来ないで！出ないと撃つよ！待て！この手に驚くとは、笑えるな。私の命を気にするなんて、実に笑える。私の最後の切り札が自身の命だったなんて。落ち着いて。そうだ、例の方法だよ。やってみるしかない。頼んだよ、夢追い人。お前たちは絶望の味を知らない。あなたがそんな話をしても誰もあなたに母姫を書いてくれないよ。あなたのことをかわいそうだとは思わないし、せいぜい営魚たちの餌になるだけだ。お前たちが悪い。全員共犯者だ。よくやったよコラリー。このまま彼女の注意をそらして。ない、何もないんだ。私たちの夢、希望、苦しみを終わらせる全てが。悪になったからってなんだ。卑劣な手段を取って何が悪いんだ。願いを叶えるためなら私は何だってやる。ダメ、撃たないで。本当なのか、私は。私だって死にたくない。ふん、捕まえた。結局こういう結末なんだね。苦しみの中で生まれたのは不公平。育った場所に貧富の差があるのも不公平。神の加護は誰もが得られて誰もが持つものじゃない。それが何よりも不公平だ。そして勝者を尊ぶ忠実戦争は不公平じゃないか。能力のある者は演武台で上を目指し、神の加護を受ける者は戦わなくても水木に行ける。私のような何の取り柄もない下っ端だけが神に選ばれず争いにも勝てない。私たちが最も神の恩恵を求めてるのに。水木はいい、神の塔は高い。塔に登って騎士の肩書を与えられて永遠の命を手にするんだ。
うして私はお前たちが上に行く道の過程でしかないんだ。どうして私はこの遊戯の一員でしかないんだ。彼女は何を言ってるの？全然意味がわからないんだけど。発狂した人間のデタラメだから気にする必要はないよ。ん？コラリ？永遠の命。そうだ、柔術戦争は神の騎士を選抜するために行われる。勝者は神の影騎士となり、神に仕えるために生きる。だから神から永遠の命を与えられるんだ。お前たちは結局のところは殺戮者だ。その手は下っ端の血に染まってる。もういい。犯罪者が語る名誉挽回の自白なんて誰も聞きたくないよ。あなたたちが起こしたトラブルはたくさんあるし、ちゃんと反省した方がいい。容疑者は全員逮捕した。リーダー格の供述をもとにして影笛の出所を追跡したら、玉牌を奪おうとするもう一つの犯罪集団の手がかりを入手した。大手柄だ、サフライ。私は特に何もしてない。この三人のおかげだ。協力してくれてありがとう。これからどうするつもり？現場で調査してみようと思う。ここに来てからずっと耳に入ってくる例の柔術戦争のことを。コラリ？あんた。ヘリアだって聞いてたでしょ。水木に行く唯一の方法は例の柔術戦争に参加することだ。そして私たちの目的はテレサ主教たちと合流すること。そうでしょ？そう。それなら私たちはすぐに再会できるかもしれない。君たちも参加するの？だったら琥珀街に行ってリトストを探せばいい。そこで柔術戦争の宣伝をしてるはずだからすぐに見つかると思うよ。君たちの実力ならエントリーテストは簡単に合格できるだろうね。でももうこんな時期だからね。いつもなら玉牌のほとんどが配られてる頃だ。今年はこういう不正をする奴らもいるし、あまり残ってないかもしれない。急いで行った方がいいよ。それなら早く行かないと。二人ともぼーっとしないで。時は金なりって言葉を知らないの。出発するよ。うん。じゃあ私たちはもう行くね。みんなも気をつけて。来た。まだ休まないの？私の演技力が足りないのかな。いや、夜じゃなかったらきっとここは賑やかだっただろうね。こんなに遠回りしたのに結局琥珀街に戻るんだ。柔術戦争が開かれる時期の琥珀街って案外それっぽいムードだね。ムードがわかるの？本当に？先輩たちの戦闘をシミュレーションした訓練の中でいつもいち早くクリアして退出したいって言ってたくせに、あれこそせっかくのムードじゃない？その楽しさと懐かしさを体験できる場面にだけそれっぽいムードがあるものだって思ってたんだ。ごめんコラリ、大敗的な美学ってどうしても。そう、本当にヘリアらしいね。バカみたいに真面目で少しの意外性もない。まあ、私が期待してたのは、訓練好きなヘリアには訓練したくない意外な理由があるっていう衝撃的な答えなんだけどね。がっかりさせて悪かったよ。役立つ情報を探してみよう。資料。あった。第33回の柔術戦争関連の話はここに書いてあるんだね。あれ、この資料にある模様っ
って間違いない。セナの服にも同じ模様があった。いろんなことを経て、まさかここにセナの手がかりがあるなんて。やっぱりシステムの裏にある秘密はセナと関係がある。しかも前に体験したレイラの記憶と感情を見る限り、彼女もすでに消えた誰かを探してるみたい。もしかしてレイラは私と同じ願いを持ってる。あ、今日のエントリーはもう終わったみたい。椅子はまだ暖かいのに、まったく。そんなに仕事から解放されたいの？仕方ない、明日また来てみよう。おい待て、それは俺の玉塊だ。あれはスカーター王子、お兄さん。疲れた。ダメだ、もう走れない、足が動かない。スカダーにもこんな恥ずかしい時があったんだ。一応知り合いみたいなものだし手伝ってあげよう。どうして私たちはずっとドニグルを追いかけてるの？それはドニグルも知りたがってるかもしれないね。目的地まで待って。あれは罪を背負うことになっても責任からは逃れられない。まだ遅くないといいのだが。あれはリトスト？リトストさん、ありがとう、助けてくれて。戻ろう。わかった。しかし俺の玉牌が。それには何の意味もない。こんな影の怪物に対してお前は怯えていた。柔術戦争には影の怪物よりも数千倍恐ろしい競争者がいる。その影の怪物は人を食べると聞いたが、柔術戦争はただの試合だ。耐えきれなかったら負けを認めればいい。負けを認めた俺をさすがに殺せないだろう。命の危険はないはずだ。武器に目はない。その考えは甘すぎる。死を恐れるのならなぜそれに執着する？別に恐れてない。俺はもし柔術戦争で上位に名を連ねることができたら、玉牌を手元に残して術の力を手に入れて本当の意味で強くなれる。老朽のために何かをすることもできる。俺は今回の柔術戦争のために長い間準備してきた。気を緩めることもなかった。これからは、いや、今度こそ影の怪物に怯えたりはしない。術たるものはたとえ体が星のように消えてなくなったとしても、その志を変えることはない。死を悟ることも能力を持ったこともないお前は、なぜ命を懸けた博打で術になれると思った？スカダ、お前に術の才能はない。
お前のあらゆる努力はそれを証明しているに過ぎない。理由はお前自身が誰よりも分かっているはず。俺は…待って、まさかあんたは才能がない人はどれだけ努力しても意味がないって思ってるの？自分を変えようと毎日頑張ったとしても、彼らは自分を変えることで自己満足の慰めを得ることができる。しかし残念ながら凡人の中には、天賦の才を持つ者と比較し努力すればその溝を埋められると信じている者もいる。全てが決まってるわけじゃない。あんたの言う凡人だって天才と違う成果を得られないとは限らないよ。まだ始まってないのに勝手に決めつけるなら、そもそも老朽は柔術戦争を開かなくてもいいじゃない。力比べや大きさ比べでもした方がずっと早いでしょ。確かに試合は予想外の出来事だらけだ。それに確率的にはスカダーが不自由に恵まれてる可能性もある。そうやって彼自身と同じくらいの実力を持った相手を倒せば欲しい順位を手に入れられるかもしれない。それに彼がエントリーしてる以上、辞めるかどうか、いつ辞めるのかは彼自身が決めるべきだ。今彼の代わりに選択したら、その意思と今までの努力を無視することになる。それこそ残酷だと思う。それなら彼は他人の才能には勝てず、何の意味もない努力は体の傷よりもずっと苦しいものだとはっきりと理解するしかないだろう。リトストさん。ほう。それでも証明させてほしい。凡人に一体何ができるかを。最善を尽くすといい。あなたは彼のことを試してた。最初から玉牌を彼に返すつもりでやる気を刺激したかったんだね。大会の主催者側として、それは干渉しすぎなんじゃないの？それなら賢いお嬢さんとその仲間たちは何のために来た？考え方の優劣について言い争いたいわけではないだろ。私たちも柔術戦争にエントリーしたい。もう遅い。どうして？さっき影の怪物との戦いで私たちの実力はもう証明できたはずだよ。私たちはあんたの言う死を恐れるような人間じゃない。一人の戦士になった時から任務のために全てを捧げる覚悟はできてる。バカヘリア、毎回そういう変なことを言わないで。ほう。証明してみせるから。なぜそこまで緊張する？柔術戦争が今でも残っているのは、それが善行でも悪行でもないからだ。玉牌はすでに全て配られているが、お前たちが参加したいと決めたなら、まだチャンスはある。まさか私たちも？